さん、そんな人嫌いそうな顔してた。まあ、やめてさ、ご飯食べかけたかになっちゃダメ。さっきさ、朝行けるやろって思ったらさ、時間なかった、超食べかけだから、マジで見ちゃダメ。え、食べかけのもの見たくなくない？そんなん言われたら気になるじゃん。なんかさ、別に何もさ言われへんから何もさ思わへん。ご飯、人のご飯見えへん。見えへん。かわいい。見えへんって言うやろ。え、まあ言うな。ただかわいいなっていうだけ、今のは。かわいい。あ、12時半からも多分 やるんですけど、ちょっと時間が多分今日余ってるんで、ゲリラでやりました。12時半からできるかな。いや、美味しそう。キュウリの一本漬け見せて、だって今日は買ってないです。残念。カニカマ買ったから今日は。また、ね、また見せてきました。全然美味しくない。あ、羨ましくなかった。いや、美味しくないわ。嘘。え、違う、なんかさ、うん、豪華なカニカマじゃなかった。うん、確かに言われてみれば。だから見せた、うん、なんか前も見せたけど、うん、19分から始めたっけ。なんか知らんわな。19分やから15分やろ。34分かな。ん、計算できない。バカ。20分、20足すの35か。34分までいきます。19から、ありがとう。34分までやろう。中途半端やな、34分。そう、刻んでんねん。なんか映ってるよな。エセがな、うん、刻んでんねんとか言わんの。刻んでんねん。どう、うまい関西弁。下手。ん、なんだ。あ、かわいい。かわいい。こういう、この子のかわいいとか、こういうとこ。よしよし。むずすぎ。おもろ。ミヒナで遊ぶの大好き。うん、ひどいな。あ、ミヒナアバター出たって。おめでとうございます。マス。ミヒナさ、めっちゃ甘いもん甘いもん食べてるけどさ、うん、大丈夫？何が大丈夫なんやろ。なんかな、違うね、うん、甘すぎるもんは好きじゃないね。うん。リサとかめっちゃ甘とうやん。うん。ドーナツとかな。うん。みんなポンデリングとかしか食べれへんねん。あ、そうなん。甘すぎるの食べれへんねんけど。え、チュロスとかは？食べれへん。え、マジ？ユニバ行った時に、うん、チュロス、リサとな、チュロス食べてんけど、うん、1本食べきれへんくてリサにあげた。そうやね、なんかな、うん、甘党じゃないね、あんまり。意外やな。うん、片手にいつもコーラ持ってるからさ。だってコーラとハーゲンダッツ飲んで食べてるんですよ、この子。イカのな、スルメとかが好きやね、うん、渋。なんか中学生の子とかっておつまみ好きやな。あ、ピカルン来た。織姫来た。織姫、織姫も映ろう。あと、リハ終わり。うん、うん、織姫。ミヒナが織姫みたいになってる。確かに、ミヒナは織姫じゃありません。ミヒナは何姫なん？ん？ミヒメ？うん。ミヒメ。めっちゃおもろいよ。かわいい。つるふんさんね。かわいいな。クソガキコンビやで。うん、クソガキ。クソガキだって。誰？でもなんか、大学生の時、同じ年ぐらいなんかなって思ってた。うん、2人でよく練習してたよな。あ、うん、してた。夏舞台も踊ってたな、セレクション中。懐かしい、今やってる9期生。うん。え、でもさ、うちらお披露目までさ、うん、レッスンしとったん1ヶ月、1週間ぐらいじゃなかった。うん、うん、眠かったかな、うん、眠かったよな。でも夢逃げだけだからな。確かに。
今思えば毎日夢逃げやっとったらめっちゃ不思議やない？え、それな、懐かしい、そんな夢逃げに時間かけることない、ちょっとやったら必死やったな今も必死やけど、うんうん、パワーフポストってコメントつけるで、うん、あ、ミラボールや、うん、ありがとうミラボール、光踊ろルイズかわいい、あっぴょん今度一緒に野球見に行くもんな、うん、うん、見に行きます、ルール全然わかんないので勉強しに行きます強制的に連れて行きます、うん、どうしよう、ほんまにわからんすぎてさ、うん、あやぴょん映ってミヒラの配信みたいになってるほんまやほんまや、オリックスおめでとうやって、やったー、ありがとう、でもじゃあ払い戻し行かねかん、うん、17日なくなったからあ、そうなん、めっちゃなんかあれやな、なんか急に現実的な話やなチケット取っててんけど、うんうん、昨日買ったから、うんうんうん、うん、イエーイイエーイなやぶん見切れてる、ほんまや、見切れあやぴょん、見切れてる、今ご飯食べるのに頑張ってたかわいい、朝からハーゲンダッツ食べとんのがかわいいな、もう昼やけどな、ほんまにな、ほんまや、あやか11時全然朝ってイメージ、いやそれはそう、寝てる、うん、昨日何時までにしたあやぴょん、昨日、うん、昨日早起きやで、あやぴょん8時とかに、いや早っ、だって配信してるもん、配信期間めっちゃ早起き、2時ぐらいまで寝てました、いいな1時ぐらいまで1時、11時間寝たもん、いややば、寝る子は育つもんな、うん、うん、まだ育ってないな、それかな、うん、かわいい、でミヒナはなんか大人、どんな大人になるんやろうな、え、気になる、うん、かっこいい人になるで、うん、まあ、どうかっこいい、なんか仕事できる人になる、キャリアウーマン、やばい、やばい、ミヒナがキャリアウーマン、うん、考えられへん、なるから、バリキャリうん、どんなんなんやろな、ミヒナ、なんか想像できん、え、それな、なんかミヒナはミヒナみたいな、そう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 、うん、そうなんよな、リサは、リサとかなんとなくさ、わかるよ、わかるか、うん、なんかリサめっちゃ家庭的になりそううん、なんかレモン育てててほしい、お庭でちょっとかいない、プチトマトとかな、うんうんうん、社長とかなりそうだってみんな、みんな社長ってやばい、いけるよ、みんなが社長、あんしてあげるわ、うん、大丈夫、え冷たくない、冷たいな、ひからそんなことせんでなあ、うん、冷た、みんなかわいい、まあ、あやぴょんって野球デート行くぐらいやから、はい、ほらです、でもオリックスさんでもなく阪神さんでもなく、また全然違う球団好きになるかもないかダメやでダメやで、あやぴょん、オリ姫に染めます、はい、オリ姫になるらしいです、私チームによってさ、うん、なんていうんやろうな、なんか特徴とかあるん、え、ある、うん、なんかでも阪神とオリックスで言ったら、うん、阪神のファンの人はうんうん、うん、めっちゃ元気っていうんかな、うん、なんか活発みたいな感じ、そう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 、けど、うんうん、オリックスのファンの人って結構おとなしいかも、あ、そうなんや、うん、うん、あ、確かに、ちゃうで、確かに確かに、あれちゃうで、あれ、うん、球場行ったらわかる、交流戦とか、うん、マジでなんか雰囲気違うんや、マジで違う、へえ、面白そう、なんか阪神で言ったら、うん、もう当日券取れへんけどオリックス当日券取れるみたいな、うんめっちゃファンがおる、イエーイ、今日ユニフォーム着てこようか迷ったけどやめた、 T シャツにした、あーでもこれ後ろなんかユニフォームみたいな、しかもなんかね、ちょっと見てこれ山本って書いてるんですよ、うん、だから光るこれさ自作なんかと思っとったずっとストレッチ中いつも読んじゃう山本って思ってる、なんかな、全然スポーツ観戦したことないかも、うん、ね、じゃあやっぴょんいつ連れてこ、いついつかな、今度休みの日言うな、オッケー、
何見へんな。え、でも日本シリーズのさ、チケットがさ、京セラが3日間しかないの。そこ待って、野球のアプリ使ってる人からガチやん。ちゃんとファンクラブ入ってる。もう私と分からへんわ。すごかわいい。顔が卵型やな、みひな。かわいい。寝てる。おひ。光る届かん。鼻どこ光る。分からんわ。あーちゃん、ET。ミヒナの鼻くそついてる。うわ、最低。嘘嘘嘘。ノリ食っとこう。うわノリ食う。皆さんに見せてあげましょう、ミヒナの手の小ささを。見て、やばいよ。めっちゃ可愛くない？え、グッチ。めっちゃ可愛い。え、ちょ、サクパンも絶対ね、でも。うん、確かに。あ、ヒカル一緒ぐらいや。いい。あ、でもあれこうやってやるとテレビの見えねんで。あ、そうなん。見えない。やっとき。今こうやるやんか。食ってな、うん、食ってやるとな、うん、指柔らかいな。めっちゃやんのに、みひなこれ。え、でも一時的なものやで。ないないない、見て、ほら指伸びんの。ほんまや、ほんまや、すごで、戻したら、グーしたら、また戻んの。すげえ、マジックや人間ってすごい、すごい人間って素晴らしいね、おもろじゃあランキング読みます。13位、アベベさん、ありがとう。ありがとう、こっち行く。ありがとう。ね、12位はるちゃん、ありがとう。ありがとう。ね、11位泉ちゃん、ありがとう。ありがとう。かわいい。12位まいせん、10位まいせんさん、ありがとう。ありがとう。9位やっこさん、ありがとう。ありがとう。8位野原しんのすけのすけさん、ありがとう。ありがとう。7位きんきん、ありがとう。ありがとう。6位森田たけしさん、ありがとう。ありがとう。5位ナンナンさん、ありがとう。ありがとう。4位チキンナンバさん、ありがとう。ありがとう。3位ウォルフさん、ありがとう。ありがとう。で、2位みぞやんさん、ありがとう。ありがとう。1位スパークしょういちさん、ありがとうございます。あ、山田さん、ありがとう。クマ、ヒカル、ヒカルにもクマ。来た。ミヒナ、ミヒナちょっと1個。ありがとうございます。すいません、ゲリラで。うん、12時半ぐらいにまたできたらって思ってるので、また通知します。じゃあ次はあのヒカルのショールームに行ってください。ミヒナもな、うん、ショールーム今日な、うん、昼公演と夜公演の間に多分するから、うん、うん、ミヒナのところで星を集めて、うん、アヤピョのところに投げましょう。あ、じゃあ今からうちもするから、うちのところで星を集めて、うん、あのアヤピョのところ投げよう、うん。できた妹たちです。みんなも星投げます、アヤピョに、うん、ありがとう。皆さん星を募金募金募星してください。全然覚えた、ちびっ子たち。イエーイ、うん、かわいい、いい子だね。当たり前じゃん。いい子や、もち。それじゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。